こんにちは。うん、こんにちは。3回目で今日な、ここがなんかさ、これさ、こうやってやってたらちょっと怖いねんけど。そんな変なことしてないのに怖いねんけど、ちょっと首絞めとこう。今日さ、てんけどさ、こうなんか配信始まったら鼻つまんないけど、なんなの。あとランキングの時つまりがち。なぜ恨みでもあんの。でさ、今日さ、ここ終わってんけどさって言いながらすごくかですねんけど、まあいっか、いや、どうせ早やし。そう、国語の時にな、うん、ペンギン先生がめっちゃ咳してた。めっちゃ咳してた、死にかけてた。みたいな。おもろ。何がおもろいねん。でも私もな、それな、なってん。じゃあ私の席は映せへんねん。ウイルスじゃなくて、黄砂とかのアレルギー反応的な席やから、だから映れへんねん。そう、ペンギンもなんか4日くらい続いてるって言ってたから、いや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 、もうそれは完全に私と同じやつやろって思ってたん。私も長かったからさ、長かったってそんな経験者の方で、病院行ったら風邪とかじゃない、熱はないから来てはるんやろな多分。そうだから、そうだね、一緒やから、ちゃんと病院行きゃいいのに、もう薬あげようかって感じ。ほんま病院行かんといけるって言ってな、無駄に耐えてるから。私も行かんでいけるって言ってたけどな、そら移したらあかんからってなるやん途中で。長かったら申し訳なくなるやん、電車乗る時とか気まずいやん横の人。めっちゃ席ひどい時にさ、肩寄りかけられた時があってん、電車で。いいんかなと思って、なんか席この状態ですんの申し訳ないし、なんかどうしたらいいやろと思って。やりかかるのはまあお疲れでしょうし全然いいんですけど、席してるからさ、いいのかなと思って、映るとか思えへんのかなって思ってたんですけど、私はすぐ降りたので、ココちゃんがおらんから何もすることない。TikTok のさ、昨日の夜やったっけ、投稿したさ、プードルスの時のさ動画がさ、異常にさ伸びがさやばいねんけどさ、低い方で、あれどないしたん。あれ何があったん、何があってあれなん。え、今日全然目見えへんねんな、学校行ってる時も思っててんけど、あれどないしたん、何があったんや。なあ、あれだけびっくりした、へえと思って、なんら変わらんでいつもと、びっくりした。何が起きたんやろうと思って、じゃバグかなと思ってさ、何回かこうやってやっててんけどさ、そう
その次の日のお昼に投稿したやつは全然伸びてんの、普通いつも通りな。からさ、俺バグじゃない、どうしよう、バグじゃないぞと思って、で夜に投稿したのがあかんかったんかなと思って、昨日の夜も投稿したけど、それも別に普通やって。だからえ、そう、びっくりした、びっくりした、少なくて、そう、何が起きたんやろうと思った。スメに出てこない流れ、そんなものがあるんですね。ペンギンめっちゃ死にかけてたで、ほんま座り込んでたもんおもろしかも教室出て、でもわかるで、私もなったもん、社会の時もうやばかったもん。もうさ、その日にさ、病院行った日やったけど病院行った日にギリ1時間目間に合ったから1時間目入って、やっとよし勉強するぞってなった時に止まれへんくなって、やばいどうしようってなって、しかもマスクしてるからさ、酸素が届けへんの、もうピタってなって、もうやばいで、酸素足りひんから目充血してきてるし、どうしようみたいな、もう授業どころじゃないねんけどみたいなになってたからさ、え、それなんかなと思ってさ、ちゃんと病院行けへんからなんねんで。でもしんどいよな、めっちゃわかるで、私も何回もだったもんマスクしてない時やったらまだマシやけど、マスクしてる時ほんまにやばいねん、ほんまに何届けへんねん、何も届けへんからさ、あ、やばいやばい、どう立て直そうと思って。だってさ、一回出たらさ、その反動でもう一回行くんねん、だから連鎖になってさ、もう一生止まれへんねん。で、めっちゃこれを一回止めな、その連鎖を断ち切らな、終われへんから、めっちゃ我慢して、うっってなんねんね、それ耐えても結局無理やから、もう一回出て続くっていうそう、めっちゃしんどいねん、そのマスクしてる時に咳がずっと出たら。だからさ、ペンギンも今日それやったんかなと思って座り込んどったからかわいそうと思ってな、そう見てたね、かわいそう。病院行けへんから、日頃の行いや、日頃の行い、ちゃんと日頃の行いよくしてたらそんなことなれへん。でも黄砂やと思うな、なんかでも黄砂ってアレルギーの検査で出へんやって、お父さんが言ってた経験者アレルギー割と持ってるタイプの黄砂も反応するお父さんなんやけど、経験者は語ってた、反応せえへんねんって、そのアレルギー検査で。だから私もアレルギーないはずなんやけど、多分黄砂でしたね、完全にあれでしたね。でもその病院行った時も、病院の先生が咳してはって1ヶ月くらい続いてるって言って龍角散舐めててんけど、そうだから、そうやね、ペンギンもそうじゃねと思って、いや前から咳してるなとは思っててん。でもな、確かにな、数日経ってからの方がな、やばくなってくるねんと思って、そうなんか悪化してくんねん。え、座り込むのは多分みんなに見えへんようにとかやと思うで、だってあれな、ほんまに顔やばくなんねん、酸素が足りひんから、だからかなって思っててんけどさ、ほんまに酸素足りひんねん、あれすごいで、マスク外したいもんけどさ、もうそんなんやったらさ、やばいやん、飛沫飛びまくりやからさ、外せへんしさ、どうしよう、しかも朝の1時間目やからめっちゃみんな静かなんやけどみたいな。もうリス先生でよかった、これで誰やったら赤かってる、
そんなもう、数学のロボット先生とかやったらちょっと気まずかったかも。どうしていいんや、なんか一人で死にかけてるけど、なんか気まずくなりそうやったからやったらリス先生でよかった。担任の先生よかった、ほんまに。ちゃうねん、花とかの問題じゃないねん、ほんまに。もう座れへんねん、だってそこだけでもう全部でな、出し入れしてないな、間に合えへん供給がってくらい、そうやばいから、ほんま悪化すんで。ペンギンちゃんと病院行きや、熱なかっても人ごとみたいに言うけど、っていうか人のこと言われへんけど。じゃあ私もいつもさ熱最後に出る人やからさ、なんかもう行ってもなーって、行かんねんいつも。で結局最後に40度くらいガーンって出て、あやばいってなってるから、そう早行きやみんな人のこと言われへんけどな。だっていつも頑張るって言って出て公園とかほんで終わったからやばすぎて立たれへんとか、なんかあと40度あるけどいける、テスト受けるって言ったりとか、そうなんかねいけてしまうんですよいつも。だからみんなは無理せず早く病院に行こうね。あ、やっぱり咳続く。みんな高さで多分40度テストすごいよな、すごいと思うわ。え、しかも割と良かったもんなんか数学があったんかな、その日国語と分からんけど、なんかそこら辺やってんテストで、どうしても受けたくて1年の時の。だからさ1年やったらまだそんなテストも休んだことないねん、あのライブとかあっても、ライブの時は知らないけど学校ライブでもあんまり回数やったことないから1年の時は。だからそもそものテストを休むことがあんまりなかったよ。だから休むのが嫌やったから40度出たけど、とりあえず1点なら意外と頭動いて、そう。風邪じゃないねん、熱はないからってちゃんと病院行って言われたから、これは確実だから、ウイルスじゃないからうつりはせえへんねん、ほんまにうつりはせえへんねんけど、咳が出る。わからん、どうやろな。昼やる時収まっては来てるけど、その病院の先生は1ヶ月続いてるって言ってたから、わからん、ほんまにどれくらいになるやろな。人によるんちゃう。とりあえず龍角散は持ってる。まあ咳出るだけやでもう喋られへん、咳出るだけやで言うて。髪が短く見える、それはポニテやからじゃない、しかも割と低めやからじゃない。遠いよな、でも近づけてもさ、どっちにしろ文字が、だからもういいかなと思って。頑張ったらな見えるんやけどな、見えないの。あ、左も見えへんかった、赤も今日両方見えへんわ。だから今日全然見えへんかった、なんか左もあんま今日は見えへん、不調。お出かけしてないよ、全然寝てた。そうね、日によるのよほんまに。今日だって全然見えへんかったもん、自習しててんけど。
その通り全然見えんかって、ワークの字が見えんかって、どうしよう見えないって書いてた。そう頑張って、日によるんですよ。でもめっちゃ見える時もあんねん、会長って時もあんねん。見える時はめっちゃさ脳に送られてくるからさ、すっごい解くの早いの。全然見えへんかったら全然見えないよ。そう近かったら頭だけになっちゃうねんな。で上から撮ってもなんか怖いねんな。そう上から撮ったら怖いねんな。なんか新公演、私は別に楽しみじゃない。だってな、出る人はなあれやからな。まあ人間気楽に生きていくのがいいんじゃないでしょうかね。考えすぎてもね、結局ね一緒ですからね。何も現状は変わらない。悩んだからといって加点されるわけでもない。なのでもう何も考えない方がいい。考えてなくても別に減点はされんからな。なんかさ最近ちょっとここに黒い点があんねんけどさ、え何ほくろ新しくできたみたいな、なんか刺さってんのかな。なんかずっとここに点があるね。なんか刺さってんの、なんなんやろこれ。え刺さってんやと危ない、まあいいか。何分から始めたっけ。8分、もうちょっとか。袋から毛が入る人、あーおるな。あれなんでなるな、一本だけピョンって出てない。うん、まんじゅさんの舞台のチケットまだ、そういえば連絡返してない。いや行きたいなと思ってんねんけどな、チケットで迷ってる。いや行きたいねん、その日にち確認しようと思って確認するの忘れて連絡返してない。返す気はある。それで愛華さんの誕生日ずっとあの某連絡アプリにさ誕生日が近い人でさずっと表示されてたからさ、愛華さん30日愛華さん30日ってずっと思ってたけど、ナイクスのなお誕生日おめでとうコメントみたいなやつをさわざわざさスクショしてさこのコメントにこれをこれでみたいなやつがめんどくさいから立ってない。いつもあの誕生日ポストにコメントしだしたらアカウント返ってきたかなと思ってむず見極めんの。だってめんどくさいねあれ送るの。間違えられてもさ、間違ってるか正解なのかも確認しに行くのもめんどくさいね。からいつも言ってないね。めっちゃお祝いの気持ちある。だから絵日記に書いたりしてんねんけど、からめんどくさいからやってない。そうだからいつか帰ってきてなんかお誕生日おめでとうのやつにコメントしてるなって思ったら帰ってきたよな。そういえばなんかこれ何やろ、ゴールデンウィーク課題、イラストなどを書きましょう。すごいな、何を求めてるの中学生に。タイトル、
焦るのは良くないよね。いつもならしないミスを生み出すよね。だから焦らないことが重要だよね。でも謎に焦るよね。そう、焦らんわけないもんな、普通に考えて。いや、普通に考えて焦らんわけないねんけどな、焦ったところでどうせ一緒だって。現状が悪化するわけでも良くなるわけでもないんやから、悩んだところで無駄な労力を使うだけ。だから私は焦りたくないんだよ。でも焦ってるんだよ。だからどうしようかなって。焦ってる時ってどうしたらいいんやろな。別に好きな音楽があるわけでもないしな。えっ、アジさんの舞台5月5配信ある。なんだと。まあでも行くけどな。行きたいねん。チケット取れるのかなって感じ。取ったことないからチケット。名言集作れそう。やばい、名言集おもろい。え、作ってペンギンに見せたいねんけど、しょうもなって言われそう。おもろ、しょうもなすぎるやろ。人間は悩まない方がいいとか、しょうもな。焦るで決めた。めっちゃしょうもな。誰でもわかるわそんなもん。当たり前名言集とか作れそうじゃない。おもろ、当たり前名言集買ってほしいわ。ペンギン学級文庫に置いといてほしい、全部のクラス。挿絵付きで、カレンダーとかにしていいやん。カレンダーみんな何日とかわからなくなるもんな。いいやん、カレンダーいいやん。おもろ、しょうもないやつやな。ペンギンに絶対なんか言われるよな。日めくり、おもろ。途中でめんどくさくなって誰もめくらなくなりそう。ああ、隣には秋田先生の名言集。あっちはあっちでおもろいよな。パフォーマンスは野菜炒めである。ほら、味付けせんかったら美味しくない。ちゃんとスパイスかけなあかんから。当たり前を大切に。おもろ、サブタイトル。くしゃみが出そうで出ない。出ない。出さなかったんだけどね。くしゃみ出そうな時ここ押さえたら出えへんらしいで。いつも押さえてるから、マスクしてる時はやってる。なんかうんってなってるみたいに見えるし、咳しそうには見えへんからってやってる。なら出えへん。だから学校で咳したことない。朝誰もおれへん時になんかボフってなるくらいで、ね、やったら2回くらいやったけど、1年の時かな。けど誰かおるとこではなったことないね。握手会でアンジュさんのいいところ対決楽しみ。それ怠ける気せえへん。いやけどもう同じことさ言いすぎてさ、どれ言ったかわからんくなりそう。だって一人目でさ、まあ、とりあえず可愛いところ、優しいところ、面白いところとかあげたとしてさ、またさ二人目で同じこともう一回あげるやん。でまた追加していくみたいな感じやん。もうどれ言ったかわからんくなりそう。あれ言ったっけってなりそう。最新でもくしゃみしたことない。え、ほのぴーのくしゃみめっちゃおもろいねん。ベクシャーンって言うねん。めっちゃおもろいで、めっちゃ好き。おもろい、ほのぴーめっちゃおもろかったさ。あれ初めて聞いた時誰かと思った。え、今の誰と思ってさ見たらほのぴーやった。めっちゃおもろいやん。それで私は割と観察力もあるから、
ずっと見てる、ずっと観察力があるっていうか、ただ覗き見てるだけなんやけど、かわいい、めっちゃおもろいで、くしゃみほんまにおもろいで、めっちゃ好きやわ。もうそろそろ15分経った？たはず。昨日友達とコントしたなんかじゃんけん、急にじゃんけん始まって、何かと思ってやったら負けて、で友達と2人で負けたから、なんか罰ゲームしてよって言われたから、適当にコントでもするって言ったら、なんかその流れになっちゃって、やばい、弱かったらよかったみたいな。そうで、なんかゆうちゃんとかな、コント、あのアンジュさんとさ、アイカさんがやっててさ、なんかイエスフォーインラブみたいなやつあったやん、なんかわーって走り回ってさ、やってたやつ、あれしようかなと思ってんけど、走るスペースなかったからやめてん、ここでやったから。そうで調べて、めっちゃしょうもないのやったまあ友達とやるくらいやったらちょうどいいかなってTikTok で探して、4000いいねくらいのやつ、あ、ビリビリペンのやつかな、私おもろい予選にはちょっといかないんで、だって思んないもん、黒島が何言っても。再現してほしい、おもないで、ほんまに。なんかな、意味わからんのやった、わーって入ってきて、2人でここ並んで入ってきてって、ここに座ってんだけど、右関節と左関節で関節キス、わーっていうやつをノリでやったらいけるかなと思ってノリでやったいけたけど、それがみんなの携帯に、みんなって言ってもその子らだけやけど、携帯にね残ってるというそう、アンジュさんとアイカさんがやってやりたかったんけど、狭かった。 TikTok のやつな、地味に長いね、だから短いのを探したらそれになったね。みんなもやってみて、困ったら飲み会とかで、飲み会とかやったらおけんちゃん舐めすぎ？よいしょ、終わります。ランキングを読みます。最近話聞くおじさん使ってないわ。消したっけ？なんか容量重かって消したか。それでいけてるってことやな。まあいいんちゃう。ミカナさんってどんな感じ？挨拶したらおはようって言ってくれる。かわいいって思ってる、いつも。なんかさ、顔が綺麗すぎてさ、なんかもっと怖いんかなって思ってたけど、割と高めの声でおはようって言ってくれる。かわいいって思ってる。おじさん消された。そう、容量がな、まあ、増やしたからもう入れていけるねんけど、なんかちょっとさ、なくていけるならない方がいいやん、そんなんさ。なだから消しときたいよね。いけては、あ、でもいけてるか。もう私定期的に沈むねん。ウェーンって言って、ウェーンってなんだけど、今割とウーンみたいな感じだから、いけてんじゃないかなと思って。カレンさん、ほんまに裏を持ってない。ずっとあんな感じ。よし、めっちゃ優しい。
わない人多いかも。ものすごい私はこうなってたんですけど、1年の時が特に、あ、でもなんかこういう感じかな。2年がなんかこんなんで、だからこういって2年でこうなって3年でこんな感じそう、良くなっていってるでもさ、別にこうなっててもさ、自分でさどうにかできたらいいんやけどさ、もうここまでいったらどうにもならんの。だからさ、まあまあいろいろあったんですけどね、もう割とマシになってきたから、まあでもライブがないからかもしれんけど、そろそろ来るで。でもライブリハ一回耐えたから、ライブリハが来たらうーんってなるで、今みたいな学校行けとる時期にうーんってなるで、もう一回ライブ来たらうーんってなるだからそのうーんのとこを耐えたらいけるはずやねん。だってさ落ちいいねんもん、そのまま。けどなぁ、え、1回耐えてん、で2回耐えてん、でもそう2回耐えて、そうやな、2回くらい耐えた。けど受験生やからさ、どこまでなぁ、でもさ、ライブってさ出えへんかったらさ、めっちゃあとなんか寂しいねんななんかみんなライブの話するからさ、カメコとかもめっちゃ上がってるからさ、あ、なんかみんな出てるなーみたいな疎外感を感じる、すごく。だから出たい気もするけど受験もあるしみたいな、でいろいろ焦ってるわけですよ。それ以外にもいっぱいあるけどね。だから焦らない方がいいよねって言う。それで受験生で、もう受験するのか分からんけどな、受験もするよ、受験もするけど、ちゃんと受験するのか分からんけどなってこと。リサちゃんみたいな感じでさ、普通の高校行くのか、なんか通信みたいなとこ行くのか、全然決まってない。もういいわ、もう諦めるの早い。私は分からないです。よっこいしょ。リサちゃんそんな集中してた受験、割と両立してたくない？すごいなと思って。あれ全然集中してる方じゃないと思うで。だってめっちゃ公演普通にな出てたし、無理な期間もあったけど、そらな、あそこまで出てたらそんな集中してる方ではないと思うけど。あ、アミちゃんはな、アミちゃんはもう高校の時から入っちゃったから、あれやもんな、普通の高校やもんな、通信とかじゃないし。いや誰と比べるとかじゃなくて、普通に頑張ってたと思うで。あれ普通に見せてるだけで、だってめっちゃしんどいもんそれできひんもん絶対。だからどこまでできるかなって思って。じゃあ頑張りすぎてさ、結局うーんってなってもさ変わらんやん。だってそこの受験で使い果たしてさ、もう無理ってなったらさ終わりやからさ。そうだから生きる範囲でやらんと、どうせまた黒島やから落ち込むからな。だからリサちゃんほんまにすごいと思うで。そんな軽く見えるけどさ、あれ公演出てるし、あんだけ来てんのすごいと思うけどな。だって公演の合間に勉強とかしてないで。ほんまにみんなもっと褒めてあげた方がいいと思う。
そんな普通にできることじゃないから。うん、だって普通に考えてみて、仕事しながら受験やで、えぐない？そんな仕事って言ってもみんながやるような事務的なやつじゃないけど、にしてもなかなかやから、ほんまにほんまに元りなちゃん褒めた方がいいと思うで、あれほんまに大変やと思うから。なでも誰に相談してもなとか思ってしまう今日この頃なんですけど、なんか相談するのな日に日に苦手になっていく。だってどうせ分からんやろって思っちゃうんだよな、誰に言っても。誰に言うのが正解。いやどっちがすごいとかじゃなくて、ほんまにリサちゃんがすごいから褒めてあげて。単純にあんなな両立するのほんまに大変やから、ただ褒めてほしいだけね。えだから黒島もどうしようかなと思って。いやどうでしょうね、結局さ黒島やったらさ、休んだらさ焦ると思うねん、どっちにしろ。行ったとしてもさしんどいってなると思うねん。だからどっちを取るかな、しんどいってなるか焦るのを取るか、どうしましょうかね、どっちにしようかね。まだ選択肢あるから私には。でも早言わなあかんからちょっと考えなあかんけど、しようかね。こんにちは。でも行く高校を選ぶよりも先にどっちを優先するかを先に言わないと、急にな私はこうしますって言っても、えもうあなたの分入れたので作ったんですけどとなることをさ、電灯高くなるからさ、そう先に言わないとね、またなんかなったらな嫌やからこういうまま頑張るとしてもさな、ライブはな、そうだからどこまで頑張るかなんよな、ほんまに。でも黒島に両立はできると思えない自分で言うなよって感じだけど、だってなもう一人ですからね。いや高校行かんとかじゃないで、どっちを選ぶってそういうことじゃないけど、ライブをね、そうだからね言えないからに濁してるんですよ。濁すの下手すぎやろ。だってさねえ、まここで話してもなんでね、黒島はもう心の中に秘めとき、もう話さず、なんかな私は学んだ、本性で、本性っていうか本心で喋るのは良くないということに気づいた何を言い出すねんって感じだって本心で喋ったらさ、結局傷つくのは自分なので、あの喋らない方がいいよねって思ったんですよ、やっと気づき。いや知っててんで、知っててんけど、そう、うわ、うざ、ブロックしよう気づくのを遅えて、なんやねんこのリサ牛 DV、 ブロックするで、ほんまいじってもらえるだけありがたいと思えいやだってさなあ、どうせ言っても分かるわけないねんから、ロリ君ひていき、ほんま。でもほんまにいらんこと言ったら無視やで無視の次ブロックやでランキング読みます。まあ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 
13位高秀さんありがとうございます。12位 RC さんありがとうございます。11位アラケンチョビさんありがとうございます。10位カズさんありがとうございます。9位マキコさんありがとうございます。8位カマカリさんありがとうございます。7位オレオーズさんありがとうございます。6位マジカネクキタルさんありがとうございます。5位セイくんさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位伊達ちゃんさんありがとうございます。2位ポンさんありがとうございます。1位伊達ちゃん違うあれ伊達ちゃんやったっけ。まあいいか。1位なべちゃんさんありがとうございます。無心で呼んでたわ。言ったっけ。ありがとうございました。それでほんまにいじってもらえるだけなマシやと思ってないじられへんくなったら終わりやからな。そうやで。だってな、一回終わりになったらもう挽回する場がないもん。だってブロックされたらもう挽回する場がないから。それでそう気ぃつけてな。それで全然だってな。それで気ぃつけてな。いいですからね別にこっちとしては。そうでも私的にブロックするのがあんまり好きじゃない。なんかさ前も言ったけどさ、何なんたらバブル効果みたいな感じでさ、囲いだけでさ固めてしまったらさ、外の世界を知らなかったら結局一歩踏み出した時にさ、あっってなるやん。なんかは先生なんかあ怖みたいななるから、あんまりだからもうその反対意見の人も追ってほしいねん。追ってほしいって言ったらなんかめっちゃ批判的な読み方みたいになるけど、え違うで。だってさなんかな、自分たちの世界だけで生きていても何も得せへんから、そう批判するっていうのは元々の意味は悪く言うっていうことじゃないんだけど、そのことに対してなんかいいところを見つけて反対意見もみたいなが批判っていう意味やから、よかったじゃないよ。何安心してんねん。それはただのロリコンやからな。安心すんな。さよなら。読むからなんやけどな、読まんかったんやけど、ほんまにやで。どうせすぐアミタンとか新しい10金とか行くんやろ。いや別に新しい人間のところにすぐ行ったら人間らしくていいと思いますよ。さよなら。いいんで全然、広島のことだけをちゃんと愛情を注いでくれる人に私は愛情を注ぐのでいいです。全然さよなら、バイバイ。さよなら。